やあ、刹那圭介だよ。赤髪の音量、続きからやっていきたいと思います。パート4かな、確か。前回、結構すごい逃げた結果、ここに来ました、セーブしましたって状態。工場室、職員室、音楽室、会議室。じゃあ、あと確か工場室だけだったかな、行ってないのは。オッケー、行ってみましょう。工場室どこやったっけその前に工場室どこだった全然覚えてないですね。落書き。ああ、こんなんあったあった。これはまだ使わんけん、まあする。これも見たけんする。地図これか。オッケー。工場室。ああ、2階やな。職員室の隣だった。よくよく考えてみたら、校長室は校長先生限定の職員室よな。考え方によっちゃ。もう一回見とこう。階段を降りたらすぐ右。オッケー。じゃなかったわ。こっちだったわ。何がすぐ右だった。これ右側の階段だったんやな。あ、これじゃこれ。オッケー。どこでもセーブできんてんが嫌ですな。髪の毛が一本だけ動いてる。ああ。高そうなテーブル。校長室ですから。この椅子座れんの、調べれんの。オッケー。書類棚、セール品のチラシがある。ゴルフクラブセット169,800円。校長ゴルフするんや。ポルゴルファー校長。何これ、高いちょっとしたホラーやなこれも。お、これセーブできるやつちゃうな。セーブはできんやつやけど、これが今回の謎的な三代目校長鶴西ハゲオ。ハゲオだって現在の校長、かなりいい加減な人で先生たちからも嫌われている。ダメじゃないか、校長先生が嫌われちゃ。これが本名なのかって疑いたくなるぐらいにひどい名前である。確かにハゲオってもう名前からしてもうハゲることを前提としたような名前やもん。髪の毛が追いかけてきて他のが調べにくいな。よっしゃ、今のうち初代校長島岡敦夫。敦夫なんかピンとこんやな。ピンとこんって言うたら敦夫って人の名前の人になんか悪いけどさ屋上から生徒が飛び降りて死んだ時にショックで寝込んでしまったらしい。その後校長を辞めてしまったとか。メンタル弱い校長先生だったんじゃ。なるほど。二代目光田源三。なんかごついな。校長の貫禄がありそうな名前やな。屋上を立ち入り禁止にしたり細かい規則を作った人らしい。自殺したんだったら屋上立ち入り禁止するもちょっとわかるわなって思うけど、それだけか。厳しい先生ってことしかわからんかった。これが後だとなんか役に立つんかなって思って、役に立たぬだろうなって。大きな絵が飾ってある。これはおそらく5000円程度ね。縁が安っぽいわ。縁って読むこれ。安っぽい。結構綺麗に見えるんやけど、そうでもないんやね。オッケー。薬品。戸棚には鍵がかかっている。でしょうね。あと、こういう観葉植物が置いてある。校長が植物好きでいろんな場所に置いている。うん。あー、髪の毛が来てあの本が調べにくくなった。見たらわかる通り、あの本が今回のキーワードですよ。この部屋のキーワード。調べる。あ、ここからは調べれん。こっち分厚い本が置いてある。学園記録を手に入れた。学園記録手に入れていいもんな、そんなん。ちょっとだけ借りちゃおう。何か手がかりになることが書いてあるかも。オッケー。もちろん早速見ます。校長の持っていた学校の秘密が書かれてそうな本。秘密。1982年3月21日、島ヶ丘第中学校設立。うん。墓地だった土地を格安で手に入れたので大きな私立中学校を作ることにした。私立の学校は有名になれば利益が出る。はいいけど、なんで墓地を、墓地だった土地を、墓地だった土地ってなんか言いにくいな。墓土地にしようか。なんで墓土地を格安で、いや安いからってなんでそんなところに中学建てんな。
やけあんな赤髪の怨霊みたいなのが出てくるんや。やめとけ。この学校を作るにあたっては特別に力を入れたのは隠し部屋や隠し通路の設置である。なんで学校であり避難所としても使えるように複数の仕掛けを作らせた。なるほど、それはまあいいんやけどさ。いやでけどさ、元がボト地なんやぞ。力入れるとしたらなんつうかお坊さん呼んでなんつうかお参りっつうかなんだろう、なんつうか霊の怨霊怨霊っていうのを解いてほしかったんやけど、そっちに力入れてほしかったんやけど、やけん赤髪の怨霊出てくるんや。校長、隠し部屋や隠し通路があれば凶悪犯などが学校に入ってきた場合でも生徒が隠れたり逃げるのにも役立つ。また避難所としても使える。その凶悪犯がちょっと今赤髪の怨霊ってやつなんですけど、まあ私たちにとってはちょっとありがたい話なんかもしてませんよ。入ってきてるけどそれが出ていくことはないみたいですよ。物騒な世の中なので安全対策には力を入れておきたい。事件でも起こされて学校の評判が落ちてしまってはおしまいだ。物騒な世の中やけど、その物騒な世の中の事件を起こしたような物騒さやもんな今の。あんなんが出てくるかっつう話やもん。ホラーやオカルトや。隠し部屋の扉には鍵になるものが必要だったり、スイッチで動いたり日常生活する分には絶対にわからない。うん、生徒たちにその設備があること自体わからないように秘密に守るのがこの学校の校長の条件。その他は好きにして構わない。仕掛けのことは暗号にしてある。あ、またこの暗号のことも他言してはならない。詳細は別紙でこの本に挟んでおく。この紙を見て隠し部屋や隠し通路は非常時以外は使わないでほしい。ここは学校であって忍者屋敷ではないからだ。まあ普通の学校はそんなんないもんな。忍者屋敷ってまあそういうやつにしかないよな、そういう隠し部屋隠し通路って。長い校長の日記が書かれている。最後の部分まで飛ばしてみよう。飛ばしちゃった。途中は何もないんか。9月5日、この学校には隠し部屋などがあるらしいが全然わからない。しかも別紙で挟まっていた2枚の紙をすべてなくしてしまった。あかんやろバカやろ。1枚目は地図のような紙、2枚目は黒い紙。ん？その1枚目の地図のような紙ってさっき拾ったあれか。まあ、地図っぽいっちゃ地図っぽいんか。よく行く場所に落としてしまったようだ。あの紙がなくては隠し部屋の場所がわからない。しかも生徒にその紙が渡ってしまうと何かと面倒なことになりそうだ。何とかして探さなくては。これが1枚目のやつか。落書きって言っちゃったけど、3217合わせとった。どっかでパスワード入れるところがあったような気がするんやけどな。確かそんな感じだったと思う。なんかこれなんかトイレっぽい気がする。いやーまた外れかもしれんけどさ、そんな気がするんです。とりあえずいいもんが手に入ったけんセーブしておきたい。いつ音量が追いかけてくるかわからんもんね。あ、ここセーブポイントじゃなかった。3階か。2階と3階ごっちゃになる。オッケーオッケー。とりあえず収穫っすな。影がなくなった。となるともう、あれか。とりあえず調べるとか、そういうのしかないよな。ただ、目星をつけていく必要はある。あーもうこれ、めんどくさい部分も読まないかんのか。なんだったかな。いや、これ見る必要なくなってなかったような気がするな。あ、この別紙よ。黒い紙がどっかにあるんだろうな、そういうんだったら。これがどこかって言うも、あ、そうそう、3217のこともまだ忘れとる。3217どっかであったような気がするよ、4桁のパスワードのやつ。確か職員室かな、序盤で見つけたけん。なんかあったような気がするんよな。ここよ。あ、ここのセーブポイントあったやん。こっちでセーブすればよかった。これだー。あ、なんだったっけ。何やったっけ。
3217か。オッケー。これだろ。あ、ちょちょちょ。3217と。え？嘘。3217。え？ここのパスワードちゃうんこれ。嘘やろ。上、右、下、右っていうか何のことかわからんけど。ここがどこの場所かっつうのをちょっと、検討しとかないかんな。何これ、ちょっと難しいぞ。あー、出てきた出てきた。何も落とせずに出てくる、やめてくれんか。それは一番あかんよ、一番あかんよ、一番あかんよ。下行ってみようか。いろいろ調べていいかないかんところやもんな。とりあえず逃げながら、逃げながら何とか話を進めていきたい。よいしょ。あっ、しゃー、よっしゃー。あ、やっぱりこれそうじゃん。これよ、これよ。やっぱなんか思っとったんやけど、これトイレじゃないかなと思っとったんよね。この配置の感じとかさ。うん。で、この配置だ、なんかあったぞ。何あれ。え、何かが近づいてくるわ。あの赤い髪の女のか？わからない。でもどっかに隠れないと。壁走りってなんだね。ちょっとやってみたらなるんやけど。壁走り。おい、何するんだ。隠れるんじゃないのかよ。隠れてても問題を解決できないわ。立ち向かうのよ。人生の壁にね。かっけえ。なんかかっこいいな。人生の壁。壁走りってその人生の壁に壁走りするん。壁走りに失敗して背後から床に落ちた。激しい痛みで身動きが取れない。かっこいいこと言う割にはなんかあっけなかったな。うう、痛いよ。まあ、そうなるな。そうなる、そうなる。見つかる見つかる。んで捕まる。あかんやろ。正体不明の何かはものすごい力で首を絞めてきた。やっぱこれネタだったんやな。立ち向かった結果。残念でした。なこれ。お、選択肢からやり直させてもらえるんだ。やったー。要するにこの個室のどれに入れば正解なのかって気になるけど、その前に一番左にある何かわからんけど何かがあるっていうのが気になるんよな。なんだろう。単純に考えて、なんか映画ではあるんやけど、手前から一つ一つ調べて、なぜか何らかの理由で一番奥は調べずに助かるっていうパターンがあるよね。映画だったらさ。だけん一番奥に入ってみまーす。鍵をかけずに隠れる。え、そんなんもあるん。あー、そうじゃ。鍵をかけずに隠れるっていうのがあるんだったら、なんだろうな。もしかしたら一番奥から調べるかもしれんけん、奥に行った瞬間今だって出てくるパターンもあるんで。あー、そのパターンあるんで、カキカキとこ。あー、やっぱ奥から調べ始めたこいつ。開くんかよ。で、そういう入り方。いやー、そういう感じか。あー、そうか。奥から調べるタイプなのね。鍵をかけることで安心感が得られる。しかし中に人がいることを教えてしまう。もっと冷静に考えていれば。その後ユーリたちの姿を見た者はいない。いやー、密室の恐怖。そうきたか。よし。手前で鍵をかけないでいこう。え、ちょっと見たよ、今。一瞬見たよ。あ、入っていた、入っていた。逃げれる、逃げれる。今逃げれるよ。何か物音がしたわね。あれ調べたいんやけど、あれ調べたいんやけど、調べるったらまずいかな。追いかけてこんな。よかった、よかった。ふぅ。あれ調べたいんやけど、調べさせてくれん？行ったらまずいかな。おらへんがな。おらへんがな、ちょっと赤髪の女どこ行ったん？おらへんがな。トイレの中に突っ込んでいったんかな。そしてなんか落としていった。鍵が落ちてるわ。
保健室の鍵、なんで保健室の鍵こんなとこあるん保健室って言ったら消毒とかそういうことするところなのに一番不清潔なところに置いてある。矛盾が過ぎてるぜ。そしてこれなんだろう。夕方には何もなかったのに紙が落ちている。数学のプリント、扇形の面積。うん、これはさすがに簡単すぎるよ。説明しよう。この解き方がわからない人のために説明しよう。まずこういう、つまり 6×6×3.14 でいいかは知らんけど、円周率かけてそこに3分の1をかけた数字が正解というわけですね。計算面倒なんだ、後にします。重要なものだと思って拾ったけど今回の件には関係なさそう。廉価を探していた時はなかったのに、いつからここに落ちてたんだろう。あ、床に戻しちゃった何もないんせっかく俺解説したのに何もないんすか。よく考えてみたら、もしこれが答えだとしたらさ、やっぱ円周率 3.14 でいいんかって思ってしまうし、まあそれが定番じゃ定番やけどさ、うん、正に加えて答えが出てきたからそれを何で使うんかって話やもんなじゃあちょっとセーブしようかな。あー、もうセーブポイント遠いな、セーブポイント遠いな。どっか近くって言ったらやっぱ職員室です。自由にセーブできるのはちょっとやばいね、怖いね。はい、というわけで今回のパートはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。